広ロシヒは、新末、中華民国、満州国の政治家。愛信各羅氏の出身で、大祖、ヌルハチの弟のムルハチの末裔である。満州国では、その建国に参加、財政部総長、財政部大臣、区内府大臣などを歴任した。新外革命の時に、広ロシヒは、総社党の成長復活運動に参与して、 真の統治を回復することに尽力する。若い頃、日本の東京新部学校、陸軍士官学校に留学した経験がある。中華民国成立後、東北陸軍工部堂の教育長になった。建国、広史広史は、留学経験もある日本と比較的親しくしていたため、日本軍と協力した広史広史を吉林省庁官に引き出して、彼らを使って方展を呼び、 吉林省の長学寮からの独立を宣言させた。1931年満州事変が勃発したとき、広志博士は東北変貌軍の中吉林、副司令官兼吉林省主席の長作省の吉林における一切の政務を代行した。日本軍が吉林に進撃するとき、広志博士は日本と協力して吉林省の長官公所の長官となった。 その後、広史広史は不義を主犯とする満州国の復活を計画する。1932年3月9日、満州国が正式に成立し、翌1日、広史広史は初代財政総長兼究臨省省長に任命された。1934年には財政部大臣、1935年5月21日には区内府大臣となった。 公開1945年、第二次世界大戦終結時、満州国は、ソ連の攻撃のもとで瓦解し、ソ連軍に逮捕され、下、ハバルフスクに収容された。1950年に、他の満州国管理たちと共に、中華人民共和国に引き渡されて、ほどなくハルビンの戦犯管理署で病死した。ありがとうございます。